皆様こんにちは。三和田学園の校長吉田でございます。本日はオンライン説明会をご視聴いただきましてありがとうございます。では早速始めさせていただきます。さてまずこのイラストなんですけれども、今年度の学校案内の表紙でございます。イラストレーターの中村幸宏さんに、これからの学校の生き方とか、それから生徒たちの育て方とかいろいろなことをお話しして、そのイメージを、持って書いていただいたものでございます。こちらキャッチは入ってないんですけれども、今年度のキャッチは流れに挑む。流れとは一体何なのか、挑むとはどういう心づもりなのか、そんなことも交えて少しお話をさせていただきたいと思います。また、例年と違いましてかなり斬新な作りになっておりますので、これもう少しよく見たいと思いの方はどうぞ学園のホームページの方から資料請求なさってください。お送りいたします。よろしくお願いいたします。では今日のお話なんですけれども、三和田学園ってどういう学校なのっていうことで、三和田学園のこれまで、それから、三和田の今、そして最後にこれからどういうところを目指しているのか、それが、流れということになるのかと思っておりますけれども、ぜひ、お聞きください。よろしくお願いいたします。さて、三和田学園のこれまでもうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、三和田学園は明治20年にできた古い学校です。まあ、伝統校ということになりますね。明治20年から、今年の4月25日まで133年間、永遠と女子教育を続けてきた学校でございます。まあ、明治のごく初期の段階から、教育者として活躍していた三和田雅子が、東京で開いた学校、最初は共学だったんですけれども、女子教育の重要さに気がついた三和田雅子は男子部を閉じて女子校だけとして始めていったものでございます。で、明治の半ば過ぎになりましてから、高等女学校令というのが出されましたので、それに基づいて東京の中で高等女学校として認可された2番目の学校というふうに言われております。それ以来ずっと男女別学の良さとは何だ、男女別学の必要性はどこにあるんだ、そんなことを考えながら、女子教育一つにやってきた学校というふうに申し上げることができます。さて、現在の三和田についてちょこっとだけデータをお知らせしておきたいと思います。学校の場所はですね、九段の、地にございます。隣が法政大学で、またこちら側のお隣が、靖国神社という絶好のロケーションの場所にあります。とても静かな、都心とは思えないような静かなところで、飯田橋駅とか市ヶ谷駅から、まあ、7、8分で来れるところに、ございます。その来る時も爽やかな外堀公園の中、緑のアーチをくぐりながらおいでいただけるということです。ぜひ一度お越しになってください。で、現在はですね、中高を合わせて生徒数1055名、まあ、学校、私立学校としてはそれほど規模の大きな学校ではありませんけれども、それだけに生徒一人一人に十分目が行き届くような教育を心がけている。で、実際そのように面倒見のいい学校だという評価をあちらこちらからいただいております。生徒の方は1055名と申しましたけれども、教員の方は専任講師合わせて大体100人ぐらいといったような学校になっております。で、週6日制で土曜日も授業があります。で、あとクラス数はですね、現在中学の方は3学年とも5クラス、それから高校の方は4クラスという形で運営をしております。ほぼほぼ 100% の生徒が4年制大学を目指して進学していく。で、そのための学力形成を6年かけて行っていくというところも本校の特色の一つでございます。さて、三和田の教育なんですけれども、まあ、どんな学校でもですね、私立学校は不益と流行を持っていると思います。まあ、不益というのはつまり私どもの学校の場合130年以上続いていて変わらない部分で、それは何かと申しますと、三和田雅子がこの学校を作る時に掲げた教育理念、特裁権美の女性を育てる、で、そして、その三和田雅子が、生徒たちに伝えた校訓、
誠のほかに道なし、これは130年以上ずっと守られてきているものです。実は私も卒業生なんですけれども、私が生徒の時も誠のほかに道なしというのは本当に毎日毎日聞かされてましたので、もう卒業生なら、いやもちろん在校生も誰一人として知らないものはいないという校訓になっています。そしてこの誠実に生きることっていうのが自分たちの行動基軸になるようにというのがこの学校の一番の教えなんだというふうに思っております。そしてもう一つの流行の部分、流行ちょっと離れちゃいましたね、チャレンジ、三和田にとってのチャレンジって、どういうことか、それについてもこのぐらいでお話をこの回でお話をしていきたいと思ってるんですけれども、ポイントになるのは世の中が大きく変化しているということです。そして、教育というのは社会に求められる子どもたちを育てていくことだと思うんですけれども、今の社会よりももっと先の社会に大人になっていく子どもたちを預かっていくっていうところがポイントになってくると思います。ですので、変化し続ける社会の中で求められる子たちにどういう力がいるのかということが、私たちの教育の中では非常に大事なことになってきます。それをまとめて5つの力というふうに呼んでいます。それは社会の変化に合わせてどんどん変えていくものでも変わらないこの力は持ってなきゃダメだよねというのが5つの力ということになります。例えばこの5つなんですけれども、一つは、リーダーでもありフォロワーもできるという、これからの社会の中でリーダーだけが社会を動かしていくわけではないんですね。たくさんのフォロワーたちが時にはその中からリーダーが出る、リーダーも会う時はフォロワーに回る、そういう循環がどちらもできるような子どもを育てていくということがとても大事だと思っています。それからそのためには対話や共感がきっちりできる子ども、そしてこの2つのものは先ほど申しました教育理念の特裁原理の特にあたる部分になります。で一方で、これから世の中がどんどん変わっていくその時に、ついていける学力というものもどうしても必要ですね。それは特裁兼備の際にあたるものなんですけれども、世界に興味を持ち続けて学び続ける、この学び続けるっていうところ大事ですね。一回中高で学んだことをリセットして大学ということにはなりませんし、社会に出た時に、学校で学んだことが全部なしになってしまうのでは仕方がないと思います。つまり、学び続けていくことで知識が蓄積されていき、それが醸成されて新しい状況の変化に対応できるようになるということです。さらに、論理的な思考力、これもすごく大事になってくると思うんですね。筋道を立てて考えて解決に導いていく、今もコロナウイルスのことでなかなかさまざま大きな問題がございますけれども、こういったようなことも論理的な思考力を身につけていくことによって少しずつ解決に結びつけることができるのではないかなと思っております。そしてこういったような力がついたときに初めて人生設計、私はどう生きる、この力を生かして私はこういうふうに生きていきたい、そういう設計ができる子ども、それが徳と才を合わせている徳才兼備ということになるんだというふうに考えています。でもう少し具体的に申しますと、例えば協調性であるとか表現力であるとか語学力や国際感覚、さらに ICT のスキルとか理系の知識、こういったようなものはこれからの社会でますます重要になってくるもので、大学入試改革の時にも、こういったような力が、絶対必要になってくるというふうに現在言われております。さて教科教育の特徴についてはこんなお話を少しさせていただきたいと思います。まず一つはですね、英語教育ですね。女子は非常に聴覚が優れているので言語教育には適しているとよく言われます。ですのでそういったような力をますます伸ばしていくことが女子校としての非常に大きな意義だというふうに考えています。ですので英語の授業に関してはグレード別、それから分割授業、学年によって多少違いはあるんですけれども、そういうものを導入しながら中学で徹底的に基礎基本を学んでいただき、高校でさらにそれを演習、いろいろな形で伸ばしていく。で、海外プログラムに関しても、最近非常に充実してきております。海外こちらの方ですね、中3でカナダ、それから
高1でロンドン、来年、からロンドンはスタートいたします。それから高校2年生ではマルタ、イタリアのお隣にある島なんですけれども、まあ、ヨーロッパの中で英語圏でイギリスとマルタだけなんですね。非常に治安のいい国なので、ここで、みんなで勉強しようっていうふうに、昨年から、スタートしております。でこういったような海外旅行、海外研修は、今年度は残念ながら実施ができない見通しですけれども、少しでも早くこのコロナの騒ぎが収まって、また生徒たちが海外にどんどん出かけていけるようになるといいなというふうに思っております。留学の部分もございまして、ここにはちょっと書き漏らしてしまいましたけれども、オーストラリアに3ヶ月か1年間希望する生徒は留学するという設備もございます。こちらの方は学校としてきちんと持っている制度ですので、東京都の方から助成金が出るというメリットもございます。それからそれ以外に英語の授業の中では、通常学校で行われる授業でも iPad を用いたさまざまなグループワークですとかペアワークなどを行っています。また iPad を使ったオンライン英会話なども定期的に行っているという状況で、英語の授業の中が一番 iPad を活用しているかなっていうくらい iPad は活用されております。全校生徒が同じ iPad 4 ミワダっていうモデルのものを持っておりますので、それを使いながら授業が展開されています。そしてあともう一つですね、今年度から海外進学を希望する子が出てまいりましたので、そういう子たちにも対応できるようにということで、ミワダイングリッシュオンライン、ミオっていうふうに生徒たちは呼んでますけれども、ホームページの方からそちらに入って英語の練習ができる、そういったようなものも取り組んでおります。こちらの方はですね、一定のその学習を受けながら試験を受けるんですけれど、その試験が一定のスコアに達すると、海外大学に、まあ、進学をする可能性が出てくる、まあ、そういったようなこともありますので、これからの活用がとても期待されているところです。2つ目、論理的思考力や仮説検証力を育てる、まあ、理系の力を育てるっていうところが一つポイントなんですけれども、まあ、実験教室が4つございます。しつらいの違う化学、物理、生物、地学の4つの実験教室がありまして、屋上には小さいんですけれども、プラネタリウムもあります。ですので、そういったような実験教室や実験と設備を使いながら、中学では年間300回ぐらい、ごめんなさい、3年間で、100回ぐらいの、実習が行うことができています。週に1回ぐらいなんだかんだで実験教室に行ってるっていう感じですね。はい、あともう一つは、お隣の法政大学と高大連携を組んでいただいていて、さまざまな企画があるんですけれども、その一つが高大連携による理科実験教室です。法政大学の先生方が、企画してくださって、そして大学院生がお手伝いをしてくださって、三和田の子どもたちが法政大学に出かけて、そこで実験をさせていただく、教室ではできないようなちょっと凝った大きな実験などを大学の施設を使ってさせていただいているので、まあ、これは高校生の主に理科選択の子どもたちが行っておりますけれども、そんなことを、も授業もございます。そしてもう一つ ICT の方なんですけれども、先ほどからお話ししております iPad が生徒たち全てに行き渡っておりますので、それを使ってさまざまな教育が行われております。もちろん iPad 以外にも MacBook Air が一クラスの生徒以上十分ありますので、授業の時には MacBook Air を使うということもあります。例えばアプリの開発を行ったりとか、そういったようなこともこの授業の中で行われているということです。さてもう一つ、三和田の特色なんですけれども、読書、よく言われることなんですけれども、思考力は読書量に比例する、アメリカなどでも、とてもいい仕事をなさった方はしっかり本を読んでらっしゃるっていう話がよく出てきますけれど、まあ、これから求められる思考力、さまざまな、力というものは読書の中にこそある、先人の知恵や経験や、感情や、
想像力やさまざまなものが詰まっているということで、それを私たちはとても大事にしています。でこちらにありますように授業の中に中1と中3で読書の時間というのが週に1回ありまして、それを使って、みんなで集団読書をしたりとか、読書をベースにしてさまざまなアウトプットも行っています。こちらにありますように、ビブリオバトルをやったりとか、一冊の本を読んで読書会を開いたりとか、中学3年生は社会科の中にありますので、読書をベースにして卒業論文を書いてそれを発表する、プレゼンテーションするといったようなこともやっています。ですので三和田の読書はデータのインプットではなくてアウトプットまでつながっているという感じですね。こちらにちょっと切れちゃいましたけど、読書浸透って書いてありますけれど、これはですね、本学園の自慢の図書館に、先々代の校長三和田玄道先生が書いてくださった額があるんですけれども、その額の文字でございます。私たちは本を読むことによって心を育てる、それをとても大事にしなさいっていうことを、まあ、書いてくださってるんだなというふうに理解しています。ということで、現在はもちろん休校中なんですけれども、休校中でもですね、iPad を使ってインタラクティブな授業が行われています。ですので、休校だからといって学力の遅滞が起こるという心配を私たちはあまりしていません。もともとクラシーとか、ロイロノートといったようなアプリを使って、まあ、学校が普通にやってる時でも自宅と学校との間のデータのやり取りとか、それから宿題の提出とか配信とか、そういうことやってましたのでね、そこにさらに、Teams とか Zoom といったようなアプリを使って先生が、まあライブ配信で授業を行っていますので、それを生徒たちが受けながら課題は提出、ちゃんとこういう形で提出するということができるようになっているんですね。まあ、リアルな授業とはちょっと違いますけれど、こういうことができるというのは日頃の準備の賜物だったなということで、 iPad があって本当に良かったな。これは私の本音ですね。はい、まあ、そんなことで、読書の授業も実は行われていて、先日本の選び方とか読書ノートの作り方などを生徒たちに、先生がライブ配信しておりました。さてこれからなんですけど、緊急事態宣言を乗り越えると多分世界は変わる、今までと見たことがないような景色がきっと見えてくる、そうなった時に何が必要か、それが流れに挑む、最初に申し上げた今年度のキャッチにあたるものです。でそれは、これからの社会で求められるより大きな変化、どういう変化が起こってくるか分かりませんので、どういう変化が起こってきても耐えられるような、力をつけておくということだと思います。ということはその5つの力、先ほど申し上げた5つの力をしっかりと育てておくこと、そして、対面でない環境で人間関係を結ぶ可能性もありますね。例えば Zoom とか Teams とかを使って会議を開いたりとか、面談したりとか、そういったようなこともはややっておりますけれども、やはり対面の時とは違った人間関係というものが形成されるように感じております。そういう時にじゃあ何が必要かというと、やっぱり誠実に相手と向かい合っているということを相手に伝えられることだと思っています。ですので、どんな時でも幸君誠のほかに道なし、これが結局のところぐるぐる回ってという感じですけれども、変化する社会の中で一番重要になってくることだというふうに考えています。といったようなことで、三和田学園のお話をさせていただきましたが、もうちょっと詳しいお話をぜひまたさせていただきたいと思います。1学期のうちは多分、このような形のオンライン説明会が何回かあって、多分ホームページの方にアップされると思いますので、ぜひそちらの方をご覧ください。そして夏が過ぎて少しこのコロナの騒ぎが沈静化してきたら、学園においでいただいた説明会も企画します。ですのでその際にはぜひお越しください。学校はですね、やはり生徒あっての学校なんですね。生徒がいる時にどんな顔でどんな授業を受けているかをぜひ見ていただきたいんです。ですので、まあ、今日はオンラインという形ですけれども、ぜひ、生徒たちの様子を見にいらしてください。お待ちしております。じゃあ本日はありがとうございました。